ちゃんとした言葉を使わないといけないのは十分承知ではあるんですけども、たてつくやつは全員ぶちのめす。2023年大暴れしていきたいと思います。オスライト級チャンピオンの浅井太陽です。と2022年は自分の未熟さゆえに思うような1年とはいきませんでしたが、改めてその K1 のリング外からこの大会やそのスタッフ皆さんの動きを見ていて、こういう K1 という素晴らしいリングで戦えることに喜びを感じました。やっぱりそのチャンピオンとしてその謙虚で人前で話す以上ちゃんとした言葉を使わないといけないのは十分承知ではあるんですけども、まあ、チャンピオンである以前に自分は男として最強でいたいと思ってるんで、立てつくやつは全員ぶちのめす。そういった一年で2023年大暴れしていきたいと思います。浅井社太陽がの名前を聞いて震え上がるほどの強さを見せていきたいと思ってるんで、2023年の活躍を楽しみにしていてください。全勝でいきます。おっす。ありがとうございます。今画面上でもご案内しております、次の試合が決まっております。さあ中村プロデューサー、いかがでしょうか。そうですね、浅井選手も昨年は最初の試合でちょっと敗れてしまって、また怪我もあってすごく試合から1年以上ですね遠ざかる形になってしまったんですけども、今の言葉聞いても分かる通り、本当にこう與座選手と次の試合がリマッチで、しかも防衛戦で決まっているというところに向けて気合十分だと思うので、次はリングで今度暴れる姿を見せてほしいなと思います。ありがとうございます。会見でもちょっと刺激的な言葉もありました。